英英二君木戸口英二君立憲民民主社のです4月5日に大阪、兵庫、宮城にまん延防止等重点措置が発令されてから、今日まで約1か月半ですけれども、重点措置、緊急事態の発令と追加が繰り返されて、今日で8回目になります、この1か月半でですね、重点措置8県、緊急事態1都道府県、この区域が対象となって、 また茨城県等から重点措置適用の要請も出ていると、解、ま、除、あ、は2県にとどまるというのが現状、非常に厳しい状況が続いております。まあ、沖縄県についてですけれども、先週14日の分科会に示された指標で、もうすでに多くの指標でステージ4が示されておりました、まあ、県からの要請にかかわらず、早期に宣言を出す検討はなされなかったのか、まずは伺います。そして ゴールデンウィークの影響が言われておりますまあ、これは北海道もその通りです、えー、措置が5月9日ですねで宣言5月16日と1週間でまあ宣言に至るという状況沖縄と同様だと思いますまあ、国によって都道府県をまたぐ移動特に感染拡大地域との往来は極力行うようにというメッセージが国民に出されてたわけですけれどもこのメッセージが国民に十分に伝わったということ 国としてどう考えるかその評価をお伺いいたしますそしてもう一つ、これまでの沖縄県の対応に対して、地元経済に配慮したものという厳しい評価が政府内にあるということが言われておりますけれども、まあ、地域経済に配慮せざるを得ない状況が、現状が沖縄にあると、これはまあ全国そうだと思います、地域的に厳しいと、まあ、そういった現状をどのように捉えて、これから対応にあたっていくのか。 この三点お伺いいたします。西村国務大臣。 えっとまず1点目の沖縄の状況についてでありますが、実は沖縄県、3月後半に非常に感染が拡大、一っしたんですが、その後、4月の半ばぐらいから連休にかけては、感染者がかなり落ち着いておりまして、減少傾向があの先週と今その週を比べても、減少傾向がずっと1以下で顕著になっておりました。そうした中で あの沖縄県の知事とも、玉城知事とも連,連絡を取り合ってますし、あの医療を担当してられる医師とも連絡を取り合う中で、なんとかこれで抑えていけるんじゃないかという期待感を持ってたところでありますが、ただ、大型連休で、えー、例年よりは少ないものの、かなりの方が訪れて、えー、連休を急速に感染拡大したという中で、おととい、 2日前に玉城知事事から緊急事態宣言の要請を受けたところでありますその意味で、あの沖縄県の要請に対してあの、私ども迅速に対応し,てしたものというふうに思っておりますし、もちろん先ほども議論ありましたように、酒類の停止とか、こういったこともやれるわけですから。 え厳しい状況と判断すれば、知事の判断で,で、そういうのはやって、それぞれの県の判断でやっていただきたいと考えているところですが、当然、経済の影響も考えられてのことと思います。他方 今回は、1日最大20万円、月額換算で600万円までの支援を行うという協力金の仕組みを、事業規模に応じた仕組みを作っておりますので、そういう意味ではこういったものを活用していただけると、かなりの部分を、特に沖縄の物価とか家賃とか考えると、カバーできるんではないかというふうにも考えております。いずれにしても、影響は厳しいものはありますので、経済的な支援をしっかりと行っていきたいというふうに考えております。そしてちちょょっっととつ目ののの名前をあのちょっと聞き逃したんで ですが、これは北海道と広島の話ですかいやいや。あの、北海道と沖縄が同様にゴールデンウィークの。はい、は,いは,いはい、あの、はい、はい、あの、すみません、あの、そういう意味では。あの、私ども、それ以上の県と一緒になってですね。えー。 県をまたぐ移動、連休中控えていただくようにというふうに、強いお願いを、これは北海道知事も沖縄県知事も、そして私どもも再三、再四発信をしたところでありますが、例年に比べれば、かなり人手は少ないんですが、移動は少ないんですが、応じていただけなかったところ、あると思います、これ、私どももさらに発信の仕方考えていかなきゃなりませんし、いろんな対策、今回の分析をしっかりやって、今後に生かしていきたいというふうに考えております委員長。 井戸口英二君地元のそれぞれの事情の中で対応が行われている、そのことを西村大臣は一番よく分かっているんだと思います、政府内からいろいろ批判が出ていると、そういうことではなくて、しっかりと寄り添った形で,です、ね、その対応を後押しする、支える、そして宣言を出したり、あるいは解除したりということもしっかりと寄り添ってやっていただくことを望みたいと思います。まあ、先週の まあまあ、この議運でもありましたけれども、まあ、北海道、広島、岡山に対する宣言発令の、まあ、方針転換があったわけであります、かなり厳しい議論がありました、え専門家からの反対で転換を余儀なくされたと、まあ、次の日の新聞の見出しも、政府認識甘く急転、政府と専門家温度差露呈、政府の機能不全あらわに安、政府案甘さ露呈と、まあ、こういう厳しい記事が踊りました。 で政府の対応として、改める点は何でしょうか、また政府認識はやはり甘かったということでしょうか西村国務大臣、えっと。お答え申し上げます。あの私自身、日々、尾身先生はじめ、ですね専門家の皆さんと何人かとは緊密に毎日、時間程度は状況を分析したり、ご意見を伺っているところであります。 あの尾身先生はじめです、ね、そうした専門家の皆さんと、えー、先ほどご指摘、今ご指摘あった北海道、岡山、広島の状況については、えーあの、極めて強い危機感を共有しておりますし、対策を強化すべきというところは完全に一致をしておりました、ただ、先ほどあ先、先週も議論ありましたけれども、北海道は広い中で、知事も含めて、えー、まあ札幌は強い措置を取らなきゃいけないと、そこだけ緊急事態宣言みたいなことができるのかということを、市長からはそういうお話があります。 とということを受けたまわりました他方、まん延防止等重点措置を広げるという対応も知事も考えられておられました、そして岡山県からはまん延防止重点措置の要請があった、そうした中で、岡山、広島ともに連休中、あるいは連休後からですね時短を開始されたということもありますので、 そういいいいいった状況データの分析を進めていくべきではないかという議論もございましたそうした中で、私どもとして、まん延防止等重点措置がいいんではないかということで、お分かりしたところでありますが、専門家の皆さんから変異株への懸念、あるいは実態の数字はもっと悪いという現場の声、こういったものも含めてですね、あるいは、 北海道は特に厳しい中で抑えていくには、緊急事態宣言という言葉が必要だと、そういうメッセージが必要だと、そういったご指摘をいただき、ですね総理の下で私、相談をし、政府として専門家の意見を尊重して、最終的に判断をしたということでございます北<上>口英二君、はい。専門家の意見が尊重されたことは、それは良かったと思います。しかしか政府の判断がその前のののの判判断断ががそ前晩次の日の朝大きく変わると いうことですから、それは国民へのメッセージとして、さまざまな影響があると思います。まあ、大臣はいつもその尾身会長と専門家と連日、意見交換をしているということの結果として、こういうことが起きたということであれば、西村大臣が専門家の意見、意向を聞き入れなかったのか、あるいは西村大臣が専門家の意向を聞いていなかったのか、理解していなかったのか、あるいは、 西村大臣は宣言の必要性を専門家と共に共有をしていながら、宣言を出すことに慎重な菅総理に進言することをためらったのか、このどれかしか考えられないんですけど違いますか西村国務大臣委員長。えー、申し上げますあの繰り返しになる面もありますけれども、専門家とまさに危機感を共有しです、ね、取るべき対策を強化しなきゃいけないと。 いううことはもう完全に一致をしておりますし、私自身、尾身会長とさまざまな認識は共有しているものというふうに思っております。その上で、えー、感染症の専門家から見る姿に加えて、政府として、えー、関係省庁を含めて全体として、えー、どういう案を諮問するか、どういう対策を取っていくか。 これは政府内さまざまな意見がある中で、調整をし、その結果として、政府として、まん延防止等重点措置の適用がふさわしいという判断をしたわけでありますが、専門家の、最終的には専門家の皆さんの厳しいご認識を踏まえ、総理の下で尊重をし、決定をしたということでございます木戸口英二君。まあ最終的決定は政治です。 しかし、専門家と政治との間のこの関係性、そして責任、役割ということ、まあ、昨年からずっと私も内閣委員会でも大臣と議論してまいりました、まあ、模索しながらということは分かりますけれども、緊急事態宣言が出る、あるいはまん延防止等重点措置である、そうでない、解除される、国民にとって大きなことです、これがそういう形で,です、ね、右往左往していると。 いうことしかも新聞にこういう厳しい記事が書かれていること、このことを強くやっぱり認識するべきだと思います、その上で、専門家からは、まあ、変異株の件はずいぶん議論があったところですけれども、もはや違う病気と言っていいという、まあ、そういう評価がされております、それであれば、やっぱり違う対策が必要なんだと、まあ、その意味で、えー、県による時短要請、 まあそういう独自対策からまん延防止等重点措置、そして緊急事態宣言と、まあ、それぞれ要請があって動くと、まあ、こういったやり方でいいのか、まあ、ここを端的にお答えいただけませんでしょうか西村国務大臣、えー。まさに専門家から、全く違う感染症だという認識で取り組むべきだというご意見、えー、私も共通の認識を持っております。 そのだからこそです、ね、連休中これまでは取らなかった百貨店のなど大型商業施設の休業要請とか 無観客でのイベントの開催とか、極めて強い措置を今回はお願いをしたということでありますので、あの極めて強い危機感を持って今、対応してきているところであります、その上で、水際措置など、ですねこの特にインド,インドで、えー、発見されたこの変異した株が非常に英国株よりもさらに強い、1.5倍強いということで、従来より2倍以上の感染力があるというふうに言われておりますので、こうしたことについて、ですね水際対策の強化、今日も議論がありました。あの引き続き続 見回りの強化も含めて加えて、ですねさらに必要なこと対策を講じていきたいというふうに考えております長はいあのしっかりとお願いいたします。